はい、こんにちは。今日なんですけども、バルディビアの町にですね、川上さんという日本人がいらっしゃいまして、今回はですね、マルチャという、デモ行進みたいな感じですかね、やっていきます。そもそもなんで今のこう情勢が不安定になっている状態になったんでしょうか。昔から年金の問題と金の高さとか健康保険の問題とか病院のシステムの問題とか、それに対する社会運動もいろいろあったんですけど、今回はなんかサンティアゴで30ペソの地下鉄の値上げが発表された時に、もうなんか国民の怒りが頂点に達したみたいな感じで爆発した。なるほど。街をこうやってマーチしてですね、選挙するらしいです。Los militares están matando a nuestra gente. Ahora. Eso dicen ellas cuando cantan. BB弾. で目を象徴してるわけです。なるほど。メルニーさんです。マジです。賃金の問題で始まったものの、いろんな問題が、たくさん重なっているということです。マジっすか。Thank you.
そっかそっか、ここはトマというふうに書いてあるんですけど、このエントマというのは占拠しているという意味らしいです。こうやって落書きもたくさんあって、学生たちが反対運動を起こして、実際扉はこういうふうになってます。もう無数の机と椅子がもうですね、外に突き出せるように出てるんですけども、完全に入れないようになってます。激しいですね、このすごいですね、これエントマ、すごい。チリを起き上がれみたいなね、感じの言葉があるんですけども、本当にそういった感じの、躍動感とですね、迫力を、今回のマーチで感じることができました。すごかったです、とにかくすごかった。ということで、次回の動画でお会いしましょう。チャオ。